お疲れ様です。前回に言っていた雷魔法を使ってみます。霧弾砲、全問正射！うお、すごく強そう。初期魔法でこの迫力ですよ。さっきは外しましたが、今度はちゃんと当ててみましょう。クーリングタイムがあるのでちょっと待ってね。霧弾砲の味噌となれ！濃厚すぎひんか？まだどこに飛ぶか分かってなかったの。今ので分かりました。視線を当てた場所に落ちるようですね。次は当ててな。魔法少女、キリタンです。なかなかええダメージやないか。敵が密集してたり、体の大きな敵だとかなり有用そうですね。そして、前々回の動画のコメントで教えてもらったものを一つ、魔除けの旗、というものを作りました。これは、前回までの撮影時にはなくて、バージョンアップで追加されたものです。魔除けってことは、敵が寄りつかなくなるとか？そうです、そうです。この旗を立てると、周囲に敵が湧かなくなるんだとか。いつも夜になると、拠点の床下にスケルトンが湧いて、邪魔やったもんな。コメントでは羊なども湧かなくなるとかいう話ですが、どうなんでしょう。羊とかの動物も攻撃してくるし、敵として扱われとうんちゃう？で、そんな羊くんは床から頭を貫通させて何をしてるんですか？ど根性羊。このゲーム、畑が床をすり抜けるし、頭が床を突き抜けるし、床が床の役割をしてないんですよね。突き出た頭をつるはじで叩くなや。さて、邪魔が入りましたが、新たな装置を作りますよ。蒸留所？おいおい、キリタンは未成年やからお酒はまだやで。ボイロのメンバーでお酒飲めるの聖火さんだけなんですが、これは、お酒ではなく、燃料を作る装置ですよ。バイオエタノールとかいうやつか。小麦粉から、バイオエタノールを作ることができます。現実世界のバイオエタノールは、サトウキビから作ることが多いようやが、ヨーロッパではトウモロコシや小麦から作ってるみたいやな。うわ、これ作るのに結構時間がかかるんですね。植物を発酵させるわけやし、そりゃあ時間がかかるよな。アイテム整理でもしとこ。まさかの録画ミスが発生しましたが、切り身マシンを作って魚の切り身を作っていました。樽焼き箱から塩をゲットしたので、お料理をしましょう。魚の切り身と塩で、焼き魚でございます。あら、シンプル。シンプルですが、その性能は素晴らしいものです。HP を60、マナを10、満腹度を50も回復して、1分間のスタミナアップ効果がつきます。そして、本当に突然ですがお詫びです。本当に突然すぎるわ。普段から動画を見てくださっていたり、シリーズを最初から見てくださっている方は気づくかもしれませんが、このパートのここまで、ちょっと会話のテンポが早かったですよね。比べたらわかるで。ここまで、PC 側の不具合で、ボイロエディタの設定が初期化されていたことに気づかず、編集してました。途中経過を見返して、愕然としたそうやで。ということでここから元のテンポに戻ります。ごめんね。さて、バイオエタノールも電池も確保して、クラフトピアで一番作りたかったものを作りますよ。それは、掘削機でございます。マイクラ工業が染みついたキリタンにとって、採掘の自動化こそ至高らしい。いかに素材を大量に高速に作るか、それこそが工業化の醍醐味だと思うんですよ。さて、掘削機は、このように無限鉱石の上に設置します。屋根が邪魔ですが、ギリギリいけるか？一人で10人ぐらいやればいけるか？あ、この位置なら設置できるね。ワッフル、ワッフル。なるほどね。無限鉱脈を少しずつ削って、鉱石を生成する感じですか。採掘した鉱石は、ボーンと飛び出してくるんやな。ですね。これを何とかして回収しないといけません。輸送はベルトコンベアで済むとして、どうやって倉庫に入れるんや。今までのチェストやと、サイズ的に、多分コンベアを接続できたりできひんやろ。そうなんです。なので、別の倉庫があります。ふーん、別のがあるのね。それがこちら、コンテナです。サティスファクトリーにも似たようなのがあったな。それをイメージすればええか。サティスファクトリーの実況、まだ6月の録画を使い切れてないんですが。もう10月やというのに。今はクラフトピアが楽しすぎるので、これに飽きるまであっちはお休みでございます。で、コンテナのお話ですよ。コンテナは見てわかるように、搬入口が存在します。ここに、ベルトコンベアを繋いであげると、コンベアが繋がるわけですね。突然の新次郎構文はやめえや。なんか突然やりたくなっちゃった。それじゃ、高さも調節してコンベアを繋いでみましょい。なんかさっきからテンション高いな。自動化はとっても楽しいですからね。これがやりたくてクラフトピアをやったのです。この前に、発電の自動化に失敗して青汁を飲まされましたからね。青汁やなくて、苦汁では。ということで、青汁について解説をしていきますか。青汁は、緑黄色野菜を濃縮したものや。これだけ聞くと健康に良さそうやし、実際悪くないんやが、一部の人にとっては、毒になりうる。特に、腎臓が悪い人にとって、青汁はタブーや。なぜかというと、青汁に大量に含まれる、カリウムを腎臓が処理しきれなくなるからや。カリウムが体内に大量に蓄積されると、ひどければ心臓が止まって死ぬで。青汁で死にたくないですね。健康な人なら大量に摂取しても処理できるんやがな。
実際、同席の人が野菜ジュースに青汁を混ぜて飲むとかをやって、死にかけたのをウプ主は目にしよるで。あとは、ワルファリンというお薬を飲んでいる人も青汁はダメや。ワルファリンは、血液を固まりにくくするお薬やで。これは多分以前にも解説したが、ワルファリンはビタミン K と対立することで、血液の凝固を阻害する。つまり、ビタミン K が増えれば、ワルファリンは負けてしまう。青汁はカリウムの他に、ビタミン K も豊富や。元素記号 K のカリウムと、ビタミン K が豊富なんですか？やから、青汁を飲むと、ワルファリンの効き目が一気に落ちてしまうんや。そろそろ、ゲームに戻ってもいいですか？録画も先に進んじゃったし。ええで、うちはお薬を補給できて、すっきりや。もう突っ込む気もないです。今作ったのは、回転の小切りです。これは、木の伐採や作物の収穫を、自律的に、自動でやってくれる装置です。めちゃくちゃ危険な見た目と名前やな。労災待ったなしやで。説明文によると、これまで事故を起こしたことはないらしいですよ。稼働実績がないからな。でもほらなんか、ルンバみたいな動きしてません。うん、作物を探して自分で動く。性能は素晴らしいな。なお、このノコギリの刃に触れると、当たり前のようにダメージを受けます。近づかなければいいからよし。はい、今茜ちゃんがフラグを立てました。とりあえず、これで小麦の水やりから収穫までを自動化できました。小麦自体の回収は手動ですが。回収まで自動化しようとすると、時代の進化が必要みたいやな。そろそろこの時代でできることもやりきりそうなので、そろそろ時代を進化させますかね。時代の進化に魚の切り身が必要なので、釣りタイムです。ふわー、とんでもないのが釣れた。びっくりしたわ、えいか、これ。マンタですって、こんな浅瀬で釣れてたまりますか。カジキマグロも釣れるからな、ここ。ふわー、2連続で釣れたわ。これはさすがに草。とまあ、とんでもない超過を手にしたところで、今回はここまでです。次回は時代を進化させて、って感じやろかね。今回も動画にいいねをすると、キリタンが喜ぶし、お薬解説が見れます。アカネちゃんも喜ぶで。では、また次回をお楽しみに。